お疲れ、次やろう。任せておけ。一応書くところにね、全部あのシールあるんだったら1個逃してることになっちゃうけど、ね、12までクリア。お次は13、和ダンスのダンスフロア、引き出し押し出し電電スイッチ。武器チリクエスト終わり。何何？スピナーだ。スピナーも苦手なんだよね。打つまでにね、時間がかかるから。うおー、この威力たまんねー。あ、大当たり。ひどいひどい。あ、そんなひどくなかった。あのまま潰しちゃうのかと思ったんだけどね。ここまでひどくはなかったよ。思いのほか最後までいかない。そしてインク不足。ここ濡れないとこか。あ、そういうことね。けど一旦ここに登れと。アーマー。だだだだだだ、やめてー。おお、調子こいた。こっちはスピナーで遠距離でもボコボコにできるんだぜって、ちょっと調子こいたね。よーし、こいでんじゃねえぞこら。イエーイ。特に意味はない。あ、テトラポットだ。これちょっとまずいな。届いてないな。バレてるよね、これ。ボムだな、こういう時は。ひー、ボム届いてない。あ、撃った先にも誘導できるね。こういうことか。よし、はい、倒しきれてない。まあここまで来ればこっちのものよ。やったぞ。やっぱスピナーも普段使ってないからね、全くわからん。届かない。あそこかな、もう一つ。よし、見たかこの火力。溜まるけど、溜まってしまえば一気に落とせる。ただね、あんま気持ちよく塗れないよね、スピナー。周りがね、援護で塗ってくれないときついんだよな、スピナー使うと。ルートがわからん。塗る気持ちよさがね、味わえない。倒すのはすごいんだけど。え、どこ行くの。あ、でんでん台。あ、でこうか。あの上行けそうだよね。のせか、いけないね。
あ、これも出てくるな。どこだ、これ。あー違うやつだ。ここにあった。急げー、おかわり。ああ間に合わなかった。そして、シシャモゲット。下に降りるルートもあるよ。中でももう塗っときゃね、あとちょっと自分で塗りながら行く必要がないからだいぶ効率よくいけるよね。でん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 。ちょっと今回は塗りにプラスここで一回、ね、時間の補充。そこか、ここが塗れるか。一度で全て行く必要はないんだ、分けていけばいいんだよ。ここが濡れてないんだよ。そこだ。よし、煮干し煮干し、シシャモじゃなくて煮干しだよ。上から一方的に攻撃できる、素晴らしい素晴らしい。防御の上から力ずくで抹殺。ということで全部潰したが、ちょっとこれは降りた方がいいんじゃないかな。なんかありそうだよね。やっぱ綺麗に塗れないんだよな。いいなは塗ったところからさ、箱出てくるかなって思って降りてきたんだけど出てこねえし、細かな塗りできねえ。裏行くのも怖いよね。ん？おかしいな。何もいないぞ。怖い。あ、そのまま引き返してきやがった。気づきやがった。あれ？どこ行くのよこれ。濡れないしな。どうすんだろう。あ、この看板か。看板も濡れない。あー、あそこにぶち込んだら飛べるやつがある。こういうことか。ただあそこの上にどうやったら行けるのかと。あ、行く必要なかった。こんな距離まで届くからね、これ。あ、多分タイミングよく行くんだろうは分かるんだけど、どのタイミングかは分からない。そもそもどこに落ちるんだって。そこ！ここ！ちょっと取ってくるか。まずは一旦即戻る。
よし。いいね。で、ここね、塗ったら、あとは登るだけ。よし、ここもコンプリート。失敗した。これはまずい。恐ろしい。ダッシュジャンプ失敗、イコール地獄。でも大丈夫、ちょっとぐらいね、インクに汚れたって別のインクに潜ればすぐ元に戻れるよ。いや襲ってくる、上に行くんじゃん。竹の風船ちょうだい。結構強化にいるみたいだからね。シールドもある。ちょっと待って、なんでそんなに汚れとん。なんでここんなに汚れとん。シールドこすって帰ってくる。であとは正面から登る。ただのチェックポイントだな。なんかえらい遠くから狙撃されてる。届かん。ここだ。なかなかいい守備力してるなこいつ。別に出さなくてもいいんじゃない。最終チェックポイント。ナマズ発見。そこまでたどり着けばいいんだけど、どうやってたどり着けばいいのかという。やっちゃった。来ないかなって思ったんだけど普通に来たわ。ちょちょちょ、 そこの3来るんだね。結構来るね。油断した。あそこ来れないところとちょっと勘違いしてた。シールドって素晴らしい。みんなもシールドは装備しておこうね。いた、ここだ。今のはねちょっと無茶したね、ほんと。ちょちょちょ、敵いるじゃねえか。なんかお前風船なくても飛べるのか。じゃあなんで風船つけてんだよって。オッケー、ゲッチュー、トライ。はい、スピナー。やっぱスピナーも俺には合わない。ちょっと武器のログ確認。出た、取れてるでしー。ヒーロースピナーが使えるようになったぞ。トレンドのギアにはさまざまな最新技術が盛り込まれている。湯引き加工による滑らかな曲面仕上げ、取れたて生地の炙りで密度と強度を高めた繊維、おしゃれと機能性の両立が生かしたギアを作り出すのだ。